昨年は、ルーキー関東ルーキーのBリーグで、まあ、昇格という目標は達成できたんですが、まあ、プレーオフの方で全国大会には進出できませんでした。で、まあ、ただそこでの悔しさっていうのを、まあ、去年の、子たちは、まあ、しっかり実感して、今年の新チームに関してはそこで多くの選手が試合に出れているので、まあ、そういった部分は昨年で、チームとしてもそうですし、個人としても成長した部分があったかなと思います。今年に関しては、関東の A リーグということでレベルの高いチームとやりますので、まあ、そこで、チームの成績、まあ、全国大会はもちろん目標になりますが、個人個人としても、まあ、トップに関われるような選手を成長させられるように、この関東ルーキーリーグを戦っていきたいと思っています。